ゼノブレードは、ニンテンドーより2010年6月10日に発売された、Wii 用、コンピュータ RPG。開発は、モノリスソフト。巨大な神のムクロを舞台にした広大な、オープンワールド型フィールドと、シームレスな戦闘、機械と人との戦いをテーマにした、ロールプレイングゲーム。総監督、原案は、高橋哲也。脚本は、高橋哲也と共に、 ゼノサーが I2 にて脚本を担当した武田雄一郎が共同執筆した。また、高橋が担当した作品に共通しているゼノを関しており、以前のタイトルに関わってきたスタッフも多く参加している。本作には特定のキャラデザイナーはおらず、メインの 3D モデラーが即興でモデルを作り、スナップショットをもとにキャラクターアートを作るという、通常とは逆の制作順序になっている。 内容は、サイエンスファンタジーである。公式には、過去の、ゼノを冠した、ゲームタイトルである、ゼノギアス及び、ゼノサーガシリーズとは、世界観、ストーリーの関連性はないが、用語や一部デザインなど関連作に近いものは、存在する。2014年6月には、e、E3 において新作である、ゼノブレードクロスが発表され、さらに同年8月29日のニンテンドーさん。 DS Direct にて、ニュー・ニンテンドー 3DS 専用ソフトとして、本作を移植することが発表、2015年4月2日に発売された。ついで2016年7月27日より、Wii U のニンテンドーショップでダウンロード版の販売が開始された。Wii U ゲームパッド単体でのプレイが可能になっている。さらに2017年には、ニンテンドースイッチ用ソフトとして、 ゼノブレード2が発売された。直接的なつながりはないが、一部の設定は共通している。2020年5月29日には、グラフィックとモデリングを HD 解像度で書き直し、後日単となる追加シナリオ、つながる未来を収録したリマスター版、ゼノブレードディフィニティブエディションが、任天堂スイッチ用ソフトとして発売された。開発のきっかけは、 神の巨大な体の上で人々が暮らしているのは面白いのではないかと考えた。高橋が2006年7月にモノリスソフト社内で巨神と木神の模型を作ったことでそこからテーマを未来史に決めてゲームシステムと物語を考えていった。モノリスソフト社長の杉浦博秀から新しい企画があるとディザスター・デイ・オブ・クライシスの開発中に模型を 見せられた、任天堂企画開発部の山上人氏は、模型に惹かれたことや、ディザスターの次の企画を考えていたことから、本作の開発着手に前向きになった。その後、ディザスター・デイオブ・クライシスの開発終盤から徐々に、本作の開発に移行することになり、2007年4月に、試作を始めた。小島美幸は、試作段階の途中から参加した。高橋は、 本人がやりたいことをすべて実現しようとすると、発売時期に間に合わないことが判明し、参上に相談したところ、ここまで作ったんだから、最後まで行きましょう。会社の説得は、私がしますからと言われたと語っている。企画の立ち上げは2017年末頃、ゼノブレード2の DLC の開発と同時に進め、2018年5月に、新タイトルと合同でプレゼンをして、 ゼノブレード2の DLC のマスターアップ後の8月にスタートした。ディフィニティブエディションの由来はゲーム内容はそのままにしつつアップグレードを施しオリジナルを尊重した決定版になっている。決め手は任天堂と相談して決めたこと。リマスター制作の際に限られた制作費と期間がすべて新規で作り直すこともできず、新規で作り直すものとそうでないものの線引きを 行った。武器、装備品、エネミー、マップモデル等は、テクスチャーのアップコンバートとシェーダー用の、テクスチャー追加のみになり、メインメンバーや、重要キャラの顔と、で、モなど、イベントシーンのフェイシャルアニメーション、つながる未来の新規装備等は、すべて新規作成されている。モノリスソフトの一部のスタッフがこだわりを発揮し、当初は変更予定がなかったモブや、 エネミーやマップモデルに手を加えるようになりアップグレードをした。UI の見直しは分かりやすさとコンテンツを遊び尽くしてもらうための UI の2つのコンセプトがある。これらを実現するために膨大なコンテンツをユーザーが諦めたり気づかなかったりすることなく遊び尽くすことができる仕様を取り入れた。具体的にはナビルートやチャンスアーツ、装備のフィルターとお気に入り機能を追加した。 楽曲に関してはすべてオーケストラでの再収録はできなかった。楽曲に優先順位をつけ、優先度の高いフィールド曲、バトル曲をオケ編成での生収録とし、予算と期間を勘案して収録。生録音ができない他のフィールド曲、バトル曲もアレンジを加えたり、デジタル音源を新しいものにしたりして、クオリティアップ。イベント曲はアレンジして、テンポなどを変えると、 イベントシーンを修正する予算が増加する恐れがあるためオリジナル版のままにした。敵との対峙のみ、ほぼ編集せずにそのまま使われていることや人気の曲であることから新規制演奏の楽曲となっている。ストーリーとバトル等のゲーム内容は変えないことが大切と考え変更を加えないオリジナル版のままだがオートセーブやカジュアルモード、クエスト、 ランドマーク EXP をストックしたり、任意にレベルダウンする、上級設定、タイムアタック、イベントシアター、ファッション装備を加えた。つながる未来の制作経緯はユーザーに分かりやすくするようにアピールでき、未来の用語がコンセプトになった理由から制作した。シナリオは関係者間で話し合って、方向性を決めた。イベントリーダーの太田守が仕上げた。 冒険の舞台となる広大なフィールドは古代神のムクロの各部位である。街からフィールド、戦闘までがシームレスにつながったオープンワールド的世界を探索できる。一度発見したランドマークに瞬時に移動できるスキップトラベル機能やこれまでのあらすじをまとめたストーリーメモ、次の目的地を示す矢印表示機能など快適なプレイをサポートする機能が充実している。 時間経過や天候変化の概念があり、それによって起こるイベントや出現するモンスター、住人等が変化する。時間は操作が可能である。時間、天候、およびキャラクターの装備はすべてイベントシーンに反映される。また、操作キャラクターが戦闘不能になったり、全員が戦闘不能になってもゲームオーバーにならず、最後に到達したランドマークに戻される。 シームレスの導入の理由は、ターン性バトルだと没入感を感じなくなるため、シームレスが選ばれた。プレイヤーキャラクターを操作するリアルタイム戦闘。パーティーメンバーは3人編成だが、操作するのは1人のみで、残りの2人は AI による自動操作となる。攻撃は自動攻撃と各キャラクターが持つアーツにより行われる。アーツはレベルアップで習得し、 バトルパレットと呼ばれる戦闘で使用するアーツの一覧に配置や組み合わせを自由に選択して最大8つまで組み込める。アーツには再度使用するためのリキャストタイムがそれぞれに設定されており連続して同じアーツを使うことはできない。アーツは戦闘やクエストで獲得した AP を消費することで威力や効果時間、リキャストタイムなどを強化できる。なお、 アーツには分類により色が振り分けられておりチェーンアタックに関係してくる。また通常のアーツとは別に各キャラクター固有の特別なアーツであるタレントアーツが存在する。タレントアーツは通常のアーツと異なりリキャストタイムが存在しないがオートアタックなどでタレントゲージを貯めなければ使用することができず使用するとタレントゲージを消費するため一度使ったら サイドゲージを貯めなければならない。また、必ず、バトルパレットの中央に配置され、場所を入れ替えたり外すことができない。以上のオートアタック、アーツ、およびリキャストタイムの概念は、プレイヤーキャラクターだけでなく、敵にも存在する。アーツの特攻や、クリティカルなどで、パーティーゲージを貯めると、戦闘不能になった仲間を復活させたり、3人全員で、 攻撃を行う強力なチェーンアタックを行ったりできる。チェーンアタックでは時間が止まり、自創作キャラクター以外の仲間のアーツも自由に使うことができる上に、リキャスト中のアーツも使用可能になる。通常は3回の攻撃で終了するが、仲間同士の絆の強さによってはそれ以上の攻撃も可能。ただし、一度のチェーンアタックにつき同じアーツは1回しか使えず、 仲間の状態によっては参加人数が減ってしまうこともある。また、戦術のアーツの色を同色で揃えるとチェーン数が増え、チェーン数に比例してアーツのダメージが何倍にも膨れ上がる。タレントアーツは白色であり、どのアーツからどのアーツに対しても繋ぐことができる。未来史的からの致命的な攻撃が事前に見え、自らの行動でそれを回避することができる。 本作を象徴するシステム。攻撃の分類、攻撃範囲、攻撃対象、ダメージ量、攻撃が来るまでの残り時間などがタグで表示され、うまく対処できれば未来史がブレイクされてテンションの大幅な上昇など戦闘を優位に持ち込むことができる。この未来史はストーリーにおいても重要な意味を持っており、場合によってはクエストにまで関わってくることがある。また、つながる未来では、 使用不可能。市民との絆や仲間との絆を深めることのできるシステムでメインキャラクターや市民の人間関係に影響する。市民の場合は話しかけたりクエストを引き受けたりすることによりメインキャラクター間の絆は戦闘中の突発絆を成功させることなどにより深められる。市民の絆を深めると受注できるクエストが増えたり交換できるアイテムが増えたりする。 メインキャラクターの絆はキャラクター同士の会話やスキルリンク、チェーンアタックなどに影響する。より絆を深めることにより絆トークができる。キャラクターには数種類の性格が存在し、選んだ性格に合わせて様々なスキルを習得していく。スキルの習得には戦闘やランドマークの発見などで獲得できる SP が必要となる。一度習得してしまったスキルは 他の性格に変えても有効。レベルアップとユニークモンスターの撃破で獲得できる絆コインの数に応じて、他の仲間が習得したスキルもリンクして使うことができる。ただし、仲間同士の絆を深めなければ、多くのスキルをリンクすることはできず、キャラクター間ごとにリンクできるスキルの種類もある程度定まっている。武器や防具にはめ込むことで、 ステータスの強化など様々な効果をもたらす宝石。フィールドで採取したりモンスターを倒すことで得られる、エーテル結晶を連成することで作り出せる。ジェムクラフトはパーティメンバーから二人を選び、シューターとエンジニアに分かれて行う。シューター、エンジニアともに、キャラクターごとに、得て、増えてがあり、目的に応じて起用する。二人の絆の強さに応じて、連成回数が増え、 場合によってはクラフトに参加していない他の仲間も介入してくる。連成には2つ以上の結晶を投入しなければならず。結晶の数は計8つに達するか、いずれかの効果の純度が100%に達するまで投入できる。クラフトでは純度が100%以上になった効果はジェムになり、クラフト終了時点で100%に達しなかった効果はシリンダーになる。基本的には、 街やフィールドにいる人物から受注する。内容は、素材集めかモンスターの討伐であることが多い。達成すると、EXP や装備品などが、成功報酬として得られる。特定の地点に行くと突然発生する、サプライズクエストや、受注、進行に制限期間が存在する、次元クエスト、ストーリー上絶対にクリアしなくてはならない、ストーリークエストなどの分類もある。 我々のいる宇宙とは異なる別次元の宇宙において、はるか昔、この世界がまだ果てない海と空だけだった頃、巨神と木神の二柱の神は、互いの全てをかけて戦い、無クとなった。それから、幾千の月日が流れた。巨神界に暮らすホムス族は、木神の無クから生まれたとされる機械生命体、鬼神兵の信仰によって、存亡の危機に瀕していた。 キシンペイたちはホムスに対し情け容赦のない殺戮を続けていたが、かつて鬼神を打ち果たしたと言われる神剣、モナドを振るう英雄ダンバンの手によって辛くも退りけられる。しかし、モナドの強大な力はダンバンの体をも蝕んでおり、心身をひどく消耗した。彼は長きにわたる療養を余儀なくされた。それから一年後、つの間の平和を謳歌していた人々の暮らす、 コロニー級が突如として舞い降りた騎神兵によって、再び襲撃を受けたことにより、主人公シュルクの物語が動き始める。シュルクは出会う、仲間たちと手を合わせ、騎神兵と戦う。だが、騎神界会に乗り込んでから、初めて騎士神と巨神の壮絶な過去を知る。それを知ったシュルクは、巨神と騎士神が互いに手を取り合い、神のない世界の創造を目指し、奮闘する。 ホムスのポン族ハイエンターカオツキの寄進兵器、深海巨神関係者巨神体内に落ち込んだ、監獄島の7階、監獄の間から転移した先の空間で今作のラストダンジョン。土星、木星、火星、月などの名前が登場するが、太陽系そのものではなく、残座の記憶が再現された場所である。各フロアには、死年体となったかつてのフェイスや、テレシアがいる。 記憶空間月の先、想像の意識で、残座との最終決戦となる。B チャンネル、みんなの任天堂チャンネル内の、みんなの、おすすめでは、全ユーザー対象の平均評価で最高ランクである、プラチナランクを、同チャンネルが終了するまで3年以上維持した。これは、プラチナランクを維持した期間としては、最長記録である。海外版発売の際に行われた海外メディアの、 レビューにおいても90%以上を平均して獲得するなどの気並み高い評価を得た日本ゲーム大賞2011優秀賞メディアのコスプレ。欧州版は赤く塗装された専用のクラシックコントローラプロや後日のオンライン投票で決定されたイラストのリバーシブルパッケージ高橋哲也のサインが印刷された3枚の特典ポスターが同梱された スペシャルパック版も発売された。また、2011年の5月13日から同月25日までの期間、パッケージのデザインを複数の候補の中から Facebook と Twitter からのユーザー投票で決定するという企画が行われていた。なお、2011年4月26日の任天堂決算にて、欧州版の発売時期が決定されると同時に、 北米版は発売予定欄から消失しており、北米での発売を希望する任天堂ゲームファンのグループがアピールの一環として Amazon.com に大量の購入予約を入れた結果、未発売ゲームであるにもかかわらず、同通販内のナンバーワンベストセラー商品となってしまったという陳事が発生した。その後の2012年4月、北米でも発売することが決定した。 2015年4月2日発売。初のニュー・ニンテンドー 3DS 専用ソフトであり、旧型のニンテンドー 3DS や、ニンテンドー 2DS では、プレイできない。3DS の基本仕様である、ラガン立体視映像への対応、上下に画面への最適化が行われている。加えて、ニュー・ニンテンドー 3DS の基本仕様である 3D、ブレ防止機能により、 いわゆる 3D 用意を抑止し,している。このほか、コレクションモードを新設。すれ違い通信、アミーボなどで手に入れることができるトークンを使うことで、ゲーム内の 3D キャラクターモデルの閲覧やサウンドが解放されていく。ゼノブレードディフィニティブエディションに関するカテゴリー、ありがとうございます。